マツダ自肢は、マツダが開発、及び製造していた、直列4気筒ガソリンエンジンである。アテンザに搭載されて以降、多くのマツダ車に搭載されている、MZR エンジンをベースとした、ガソリン直噴エンジンであり、自然吸気の自肢とターボチャージャーを装着した、自肢ターボが存在する。直噴化による、ガソリン冷却効果により、自然吸気エンジンと変わらない高圧縮比を実現した。 ターボの効かない低回転でも燃費の改善ができ、ターボのブースト圧も高めることが可能。なお、L3VDT は当時の下級機付きエンジンとしては珍しく、低粘度オイルも推奨エンジンオイルとなっていた。実施ターボは2005年6月23日に、マツダスピードアテンザに初搭載された。その後、2006年2月2日に、 MPV のフルモデルチェンジと同時に搭載された。同年6月22日にマツダスピードアクセラや12月19日に CX-7 にも搭載された。自主は2007年1月30日にプレマシーのマイナーチェンジ時に設定され、2代目アテンザには2010年のマイナーチェンジ時に搭載されている。2009年発売の2代目アクセラへの搭載に際しては、 アイドリングストップ機構、アイストップを搭載。このエンジンは、ビアンテやプレマシーにも設定されていた。本エンジンは現在製造を終了しており、事実上の後継エンジンは、マツダスカイアクティブ G である。L3VDT 名称は、MZR2.3 リットル、自主ターボである。搭載車種 LFVD 名称は、MZR2.0 リットル自主である。 なおプレマシーの OEM 供給者である日産、ラフェスタハイウェイスターにおいては、単に2.0リットル直噴エンジンと称されていた。搭載車種当時の下級機付きエンジンの推奨オイル、粘度は XW-30 以上が一般的であった。ありがとうございます。